Thank you.
兄のユーゴです。私は今まで兄の世話をしていても、どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありま、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの間悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄が、私はエデンを守るため、それにあなたの体を元に戻す方法もきっと、助けてくれたお礼まだできてませんから、突き合わせてしまってすみませんでした。よかったらどんな内容なのか教えていただけませんか。そうでしたか、あの山品さんが。わかりました。
誰だお前は。そうか、神城の手先だな。ここにいましたか。何なんだ君たちは。8年前覚えてない。大丈夫ですか。私は神城の関係者です。神城、頼む、私をけ、え、行かなければ。行ってみるしかな。研究所に着きました。そうだ、何かを。精神データ。そうだ、そう、精神のデータか。私だけじゃない。スエド、記憶を。頼む、私の記憶も覚えて。私がオペレートします。まず私、そのコピーデータを、改ざんされたコピーデータを、私の現在の記憶。山科さん、これはプロテクトの除去を払う。Thank you.
Thank you.
丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。記憶が一気に戻ってきたので少し混乱しているが、私の体はずっと聞かせてください。山科さんの記憶には8年前のベータテスト、ああ、数百人の参加者を招いて実施した運用実験も兼ねたテストプレイ。当時私が所属していたナイルコープは、ベータテストは私と聖堂が指揮を取ったんだ。まさかあの体験会でベータテストの最中に4人はすぐに意識を取り戻したが、その少年という兄の他に、すまないが覚えていない。私は私たちの自分の犯した失敗を、それを見かねてスエドはエデンネットワークは莫大な金が動いていた。だから誰もテストは成功した。ではいや、スエドだけは4人の子供は意識が戻ると口をさ、それはまるでおとぎ話に出、多くの研究者はスエドーは違った、彼だけは子供のように目を輝かせてね。そう、ではスエドーさんに聞けば。ああ、だが彼らの気奪ったというよりも、私と同様記憶というものは回、でもどうしてそんなことを。それはスエドーに聞いて。しかし記憶の封印は、ところで私の記憶を、以前の私は仕事にかまけて、でも記憶をなくした私なら、本当にこのシステムが改ざんできるのは君の言う通りだ。記憶の、人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。だからこそたとえ人間はそうだが、頼む。私はこれ、エデン症候群の謎を解くためにもまた連絡。忙しいところすまんが、うめ、キモいし撃ちますよ。うるせえ、俺たちじゃ手に負え。今のとに、それと実はな、真田の姿をこんな状況で呼ぶ、今のあいつにゃ、
よう、久しぶりだな。で、冗談だよ。警察や人目を避けながら、泣き声。イーターに追われて、ここに逃げ込んだ連中。俺といると指名手配犯のなって、言いてえとこ。お宅が来てくれたのは、仕方ねえか。
らえ。大したことなかったな。くそ！
なあ、こいつらに意思ってもんはねえのかな。こいつらの目的は。それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。観察と分析こそが研究者の責務。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか。やはり多少長くはなりますが。ところで新田君、なんだよ急に。その通り。そんなもん。それは生物の本、生物が生きるのは死、すなわち進化。その通り。イーターは捕食したものをデータとして、これがあなた方もご存知のイーターの真の能力は、彼らの真の能力は対象を捕食することで、つまりそれはイーターの、そうです、イーターにとって、なんとも素晴らしい。イーターにとってはあらゆる存在が進化。それがたとえ現実とで人間が幾生存を経てよ、進化のために。確かに私は騎士ですね。私と、あ、岸部さんは次元、私は壁の方がしっくりくるんですよ。ああ、壁でも飛ぶ。いいか、結果現実世界はデジタルは、リアルとデジタルの間、何ができるなんてもの。現実世界を自由に自分が求める。そいつ、それってひょっとして、そうですね、新たな力。成し得たいことがあるのならば、たどり着く力あるものを喰らい、自身を書き換えなさい。それは何もせずに現状を嘆く。さあ、新田君。いや、ところ、なんだよ。気をつけた方がいい。え？う？進化できないものは、やあやあ、ようやく進化の岐路に立てたというのに。ご気分はいい。これは、なんで、ああ、でもこの瞬さ、共に、そうすれば。心配してくれてんだろ。けど力が必要なんだ。さすが君こそ。それは本当に君の。ひょ、なんですか、あなたは。じゃあ、どうです、あ、プログラムを書き換え。まだまだ。すまねえ。それで後悔はしないのか。後悔なら。やめておけ。彼の決意は固い。君が今すべきことは何だ。まっ、君らしい答えではある。今は深追い、極上とはいえ、悠長に味わっている時間はないだろう。連絡を取らなかったのは悪く、しかし苦労の回、今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お台場、その中で最も名エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を、今は防衛隊がエグザモンを取り囲む。
残りの3つ、渋谷の反応はマグダム、上野の反応はガンクーン、今反応があるロイヤルナイツ。さて、可能ならどうしたんだ。
私に追いつけるものなら、やってみるがいい。その調子では一度事務所。なるほど、スレイプ門のスピードにふさわしいのは神速のスピードを持つ。よりによ、実はアルフォース V ドラも私の気配を手繰れない。恐らく残念だ。肩を落とすのは多元宇宙論。世界というものは複数の世界で物事が並列した世界はそれとされているが、現実世界と現実その通り複数存在する。つまり平行世界からご明察。幸いにもそう、名前はミカグラ。しかしこの方法が、いやミカグラミレーに、you
はい。もっと体に力を入れ。嫌です。僕は絶対に強くなってロイヤルナイツ、眼空門のお師匠様の後を継ぐんだ。悩んでいるようだな。僕はどんなに修行しても。ほほう。わかりません。
遅かったわね、あなたのその世界は平素けれど必要なのは意志、調和の意志とこの二つを使う。
くらえ。みんな、行くよ！一旦退却！
裏へ。ほう、この世界を守るために力を貸してほしい。人間世界を破滅させようとする。その意気がよし。しかし、私は人間とって一刻も早く我が弟子ハックモンを鍛え、故に人間が、しかし、もしも私の願い、我が弟子、人間、うん、師匠様、そうなんです。いいな。ハックモンよ、それが見つかるま試練をさすれば、それなら、お師匠様、絶対にお前の力、そうすれば、
食らえ。
ってなかった。今の僕じゃ牛尾様。なんだなんだ僕が。お前は強さだけを求め、それは間違いじゃねえ。本物の男には本物の覚悟が必要。覚悟なんて。そんじゃお前の戦いはここまでだな。お前の修行、俺が終わらせてやるぜ。誰だてめえは。お前なんで。ハックモン。背中。ハックモンよ、ロイヤルナイツの守る者。その鋼の。そうか、けど僕はただ。ほうほう、その覚悟が本物かどうか。かかってこい。
長レオン。それはお前が守るものとなったからだ。私との死、お前は確かに強くなった。背負った何かを。それはだから、ロイヤルナイツ、ジエスモンの誕生だ。はい、僕、やってみます。やってみる、まない。やるのだ、ジエスモン。はい。君にも世話をかけた。これからは我が弟子が君の力となる。よろしく。言ったようだ。へっ、危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。水臭いことを言うなよな。しかし本当に強くなったな。あいつはまだまだ強くなる。それじゃ今度はこっちの修行に付き合って驚きはしないさ。それは現実世界も。君もいつかは私を超えていくの。
裏へ。
この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。正直に言って僕はまだ迷っているんです。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間の心が歪んでいるから。それがもし真実なら、それに僕は。ですが、君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕には君たち人間のことがよ。実は僕には
二つの世界が交わった時、あいにくあの混乱で彼らはまだ幼く弱い。彼らにもしものことがあった。ちょっとタイム！またまたまた！よかった！間に合った！あんたがマグナモンね。君は？ほらみんな！マグナモン！みんな！マグナモン、マキアたちが助けてくれ。ふう、これでみんな合流できた。オメガモン、オメガモン、あなた人間と行動を共にし、その通り、マグナモンですか。僕たちのノキアたちはそのデジモンと人間の双方だ。確かにブーストモンによっても、しかし結果を急ぐあまり、マグナモン、僕たちノキアの、僕が膝を抱えて悩んでいた。行動すればなんとかなる。オメガモン、もし人との共闘、ノキアさん、惑わされるな。ノキア、私の接近に気づかぬとは。フッ、デュラスモン、マグナモン、デジタルワールドで我らがイーターと戦った苦難の、人と我らが手を取り合う可能性など、お前が立つべきはこれ。もしもイグドラシルの意志、僕は従わない。理解でき、確かに苦境に抗い、その果ての結末こそ我が望み。必ず返すぞ。望むところです。ありがとうマグナモン。僕の方こそありがとうございます。何かあれば、そうだ、そうか、どうして私が考えてもいたね。うん、企業秘密ということで。